気象速報です。京都府に大雨警報、洪水警報が発表されました。該当エリアを見ていきましょう。京都府宇治市に大雨警報、洪水警報が発表されました。この後も雨足が強まる恐れがあり、雨量がまとまる可能性があります。いただいた報告でも現在の状況を確認していきましょう。皆さんから過去60分間にいただいた報告です。オレンジが晴れ、グレーが曇り、青が雨です。京都府見ていきますと、ちょうどこちらのエリア、活発な雨雲がかかりやすくなっておりまして、この後も雷を伴って雨足が強まる恐れが出ております。十分にご注意ください。ではこの後の雨の予想です。夜の時間帯も変わりやすい天気です。雨雲が湧き発生しやすくなりますので、天気の急変に要注意、空の変化この後も気をつけください。以上、速報をお送りしました。